6月21日、うの御言葉。神の不動の礎は固く置かれていて。手モてへの手紙、第二、二章十九節。私たちの信仰が立っている基礎は、次の御言葉である。神はキリストにあって、この世をご自分と和解させ、 違反行為の攻めを人々にわせない。コリント人への手紙第25章19節そして真信仰が頼みとしている偉大な事実は次の御言葉である言葉は人となって私たちの間に住まわれたヨハネの福音書1章14節 キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは私たちを神の身元に導くためでした。ペテロへの手紙第1、3章18節自分から十字架の上で私たちの罪をその身に追われました。 彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。イザヤ書五十三章五節。一言で言えば、クリスチャンの希望の支柱は、キリストの身代わりのご苦難である。キリストは私たちが主にあって義とされるために罪とされ、父なる神が主に与えられた、 全てのものに代わって、真実な、最も正しい、なだめの身代わりの犠牲を捧げられた。父なる神が主に与えられた人々とは、神にその名を知られ、また自らイエスに信頼することによって、その心の中に確信を持つ人々である。以上が福音の根本心理である。もしこの土台が取り去られるならば、どうすべきか。 しかし、この土台は神の座のようにしっかりと立つ。私たちはそれを知り、それに憩い、それを喜ぶ。私たちの楽しみは、その真理を捉え、黙想し、述べ伝えることである。また私たちは、自分の生活、語る言葉、その他、あらゆる面において、その真理に支配されることを願い。 かつそれを感謝する。最近、食材の恐竜に正面から攻撃がなされている。人々は神の子羊が人間の罪を負われたという思想に歯ぎしりをする。しかし私たちは、この真理の尊さを経験によって知っているため、確信を持って、不断にこの真理を述べ伝える。決してそれを弱めたり、 変えたりしない。また分解することもしない。この真理は今も人の罪を負い、人の代わりに苦しまれた確かな代理者、キリストにあるのである。私たちはそれを捨てることができない。それは私たちの命であり、あらゆる議論にかかわらず、神の不動の礎は固く置かれていると感じているからである。